はい、皆さんこんにちは、ザミキです。今日はこちらスルーカントリークラブに来ております。さあ、そして今日はですね、私が多分今までで一番緊張する撮影になるんじゃないかなと思います。ということで、本当に皆さんびっくりすると思います。スペシャルスペシャルスペシャルゲストお呼びしたいと思います。どうぞ。イエーイ、イエーイ塩谷育恵プロです。お願いします。お願いいたします。そんなスペシャル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 5回いった？ 4 回結構言いました。すいません、これからもっと大変になるよ、呼ぶ、呼ぶ時に。いや大丈夫です。スペシャルかける7とか8とか多分塩谷プロがこれで最高だと思います。そんなことございます。いや本当に本当ごめんなさいね、こんな並木さんの若い、うん、あの番組に。いやいやいや、出てしまって。そんなことです。だって見ている方は、うん、結構あの上の方もいらっしゃいますし。そうですか。最近ゴルフ始めたという若い方もいるし、うん、っていう感じで結構いろいろいらっしゃいますので、はいはい、ありがとうございます、はい、で今回は私で一緒にですね、今テレビ埼玉さんで、うん、塩谷育恵のベストショットという番組をやらせてもらっておりまして、はい、そのロケに来ている最中でございますね。そうでございます、はいはい、でうちのチャンネルにもちょっと出ていただけるということだったので、一緒にちょっとラウンドをしていきたいと思います。はい、はい、なので、マナーホールカはこの前にですね、うん、テレビ埼玉さんのチャンネルの方で上げさせてもらっているので、そちらもぜひ見てほしいんですけども、はい、こちら続きになります。続きね、はい、はい、なので、まあ、引き続きプレイしながら、うんうん、まあ、塩谷プロのいろんなお話をお聞かせください。わ、ね、かりました。あの打つことはあんまり、はい、あの望まないで。なんでですか？レッスンしてるじゃないですか。頑張って喋るから許して。でも本当に番組であんまり聞けない話もたくさん聞いてるのでね、はい、楽しみです。ここだけの話ね、はい、はい、レアです、はい、じゃあ楽しくやってまいりましょう。はい、お願いいたします。塩谷プロは、はい、6番ぐらいか。7番です。7番から7番なんだけど、はい、今プロでもさ、あの青木セレナさんなんか8番から入ったんだよ。8番からなんですか、うん、あ、じゃあみんなユーティリティとか多めってことですか。そう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 、こんな感じで、はい、7番円でお願いします、はい、ちょっとアゲンストか。はい、おお、あ、いいじゃない。ナイスです。ありがとう。ぴったり、いいじゃん、いい感じです。 なんか7番さっき、ね、いやおっしゃってましたけど、もう上出来上出来上出来です、はい、よかったですさあ、レディースティーは127ヤードで、今日は実測120ヤードです。さっきから短いよな私。いやでもいける、奥も怖い。7番でいきます。はい、あ、また短いかも。どうだ、頑張れ。全然短い。バンカー今日しっかりもう、はい、完璧に自信をつけて終わった方がいいね。そうですね、うん、バンカーの練習ぐらいに思って、うん、頑張ろう。さあ、じゃあ塩谷プロちょっと聞いていいですか、はい、どうぞ。塩谷プロ結構最近中継とか、うん、はいはい、そういうのでもいっぱい行ってらっしゃるじゃないですか、うん、スケジュールってどんな感じなんですか。スケジュールですか。結構なんか私は詰め詰めなイメージで、お忙しいイメージがあって。そうですね、でもあの解説は、うん、まあ、ステップアップツアーとか含めても、うん、年間8試合ぐらいですかね。あ、本当ですか、はい、あとでもピンチ決めたり、あとはあのコースセッティングを担当させていただいているので、はい、それで年間5試合ぐらい。おお、8と5で、はい、結構いってらっしゃいますね。はい、もうお腹いっぱいです。そうですよね、はい、でその合間にもちろん家事だったりとか。家事はあのなんちゃって家事です。いやいや、そんなという、はい、あの、まあ、自分としてはあのやってると思ってるんですけども、なかなか、まあ、あの主人は厳しい人で認めてもらえないので。え、もうちょっとやってみたいなこともやるんですか。あ、そうですね、ガサツなんですね多分私がね。想像とちょっと違いますね。そうですか、はい、本当にガサツなんですよ。え、そう、娘にも言われるぐらいですか。なんか意外な一面すぎて。そうですか。結構私は真面目で、
よくでも言われる、あのきちきちっとしてそうに見えて全然違うねって言われますそれもいいところですよね。いやそれ良くないでしょう。いやいやさっきの天然だからバレちゃったじゃないですか、ほらこの番組でいいじゃないですか、いいじゃないですか、 YouTube でそういうところをね見せていってくださいよし、じゃあ58度で。短い。出ました、とりあえず出ましたOK。 並木ちゃんゴルフやって何年？今もう4年経ちました。4年。はい。おー、でも4年でここまで上手になるんだね。いやいやいや、じゃあ一番最初は中井岳さん？一番最初は古賀さんです。あ、古賀さん、ほんとパンチショットとかから教わったのは古賀さんです、うん、おその後が岳さんですかね、うんうん、そうか。じゃあいろんな、古賀さん、岳さん、あと教わったことあるのは芹沢プロ。おそれから教わったことあるのは結構でもその3名はやっぱりずっと一緒にやってたっていうのがチームでやってたので、うん、他の方はやっぱそのゲストで、うん、来ていただいて1回とか、ね、はい、うん、そういう感じです。で今が飯島プロね。今飯島プロ。スペシャルじゃない。もう これ切らないと。はい、すいません。ね、はい、先生。でも切れると思うよ。はい。100切れると思うよ。切ったことあるんです。うん、あ、本当。けどこうやっぱ番組とかで100切りをしようって決めるじゃないですか、うん、この日に。うんうんうん、でこの日に切ようと思って切れないっていう。それは緊張するもんね。まあ、でもコンスタントに80後半ではいけそうな感じだね。いやいや80はもちろん出たことないですよ。ほんと、はい、いけるいける、大丈夫。飯島プロもそうやって言ってくださったんですよ。うん、そうかな、うん、そう見えますか。その気になった方がいいよ、はい、そういう時は、うん、80で出すぞくらいで、うんうん、出るよみたいな、私出るよプレッシャー、出るよぐらいで、うん、58でいきます。うん、ああ、OK。え、実際に飯島プロのプレー、うん、ご一緒されたことあるんですか、プレーで。ちょっとだけね。私意外と長くなんかしがみついてたの、このあのツアーに。あ、なるほど、長かったですね。だから49歳まで出てたから。すごい。だから意外と、はい、今の誰ぐらいまで一緒にやってたことあるかな、まあ、大山志保ちゃん、上田桃子ちゃん、え、すごい、え、そこも一緒にやられてたんですか、うん、もう最後の方ね、有村千恵ちゃんも、いやそうな、すごい、そうそうたるメンバーと、だから頑張ってほしいよね、あの年代にね。そうですよね、うん、本当に上田桃ちゃんなんかすごいよ、はい、やっぱりプロから見てもすごいですか、うん、あのやはりあのなんだろう、しっかりと自分がやりたいことが明確に今もきちっと持ってるから、はい、ただ単にこうなんか試合に出てるっていう感じはないよね。はあ、そうなんだ。出ていい？はい、そうですね。すいません、戻ってください。バーディーパットです。ずっと喋っちゃう。そうですね。バーディーパット。よし。来ました。狙うぞ。来た！来た！もうこういうなんかね。惜しい。こういう外れ方は良くないよね。いやいやいや、はい、ナイスパーです。はい、ありがとう。じゃあほぼまっすぐ、ちょいすら、ちょっと下り、素晴らしい、ナイスボギー、ありがとうございます、ね、あのバンカーからよかったです、ラッキーです。はい、はい、じゃあ行きましょう。どんな話がいいんだろう。あ、でも今のでも十分ですよね、うん、面白い話がたくさん。本当？はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。